松本電気鉄道上高地線は松本市新村の資産家故上条誠氏通称新氏によって大正9年に創立された千曲鉄道がその始まりです。大正10年に松本新村間が開通し、本社のあった新村駅はその当時のままで現在も残っています。翌大正11年、島々までの 15.7 キロが開通し、社名を千曲電気鉄道と改めました。その当時導入されたのがこのハニフ1型です。現在新村車庫に大切に保管されており、今回特別に車庫から出していただけました。明治37年、東京の飯田橋と中野を結ぶ甲武鉄道が日本で初めて電車を本格的に運行した時に走った由緒ある車両です。屋根は明かり取り窓のついた二重構造になっており、また窓は緩やかな曲線を描く飾り窓になっています。国鉄に編入されて活躍した後、電気部品が外されて客車となり、安曇野を走った信濃鉄道を経て千曲電気鉄道で昭和20年頃まで走っていました。次は昭和33年から61年までの28年間、上高地線で活躍したモハ10型です。戦前からの木造電車の車体を車両火災に備えて全金属製にしたものです。松本電鉄オリジナルデザインで、他の私鉄でもこのデザインの車両が多く使われました。そして昭和61年12月から上高地線に登場した東急5000系です。昭和29年に東京急行電鉄東横線に登場した車両で、飛行機と同じように車体そのものに強度を持たせた車両で、軽量化が図られた優れた電車です。